元気いっぱいの子どもたち。今カンボジアでは子どもにも大人にも教育や読み書きを広めて農村の生活を良くしていこうという取り組みが始まっています。変わりゆくカンボジアの農村の様子とユニセフの活動を訪ねてみましょう。東南アジアの国カンボジアはベトナム、ラオス、タイと国境を接する人口およそ1100万人の国です。一年中気温が高いカンボジアには緑の田園がどこまでも広がり、米を中心にさまざまな作物が育てられています。しかしのどかな風景もこの国の悲しい歴史のすべてを隠してしまうことはできません。カンボジアではおよそ20年にわたって戦争が続き、100万人以上の人々が命を失いました。1990年代後半になってようやく戦争は終わりました。しかし戦争の間に人知れず埋められた数多くの地雷などが今も人々の生活を脅かしています。子どもたちも例外ではありません。多くの子どもたちが地雷の被害に遭って手や足を失っているのです。子どもたちを地雷から守るためにユニセフはカンボジアの各地で地雷についての教育を支援しています。子どもたちは地雷の種類や爆発の恐ろしさを学んでいます。そしてできるだけ人の足跡の上を歩く、地雷を見つけたら大声で知らせるなど、地雷の被害に遭わないようにするための方法を教わっています。戦争によって人々の暮らしを支えていた社会の仕組みもズタズタになってしまいました。人々はもう一度安定した暮らしを築くために努力を続けていますが、それは簡単なことではありません。農村の多くで汚れた水しか手に入らない、栄養が十分に取れないなど、さまざまな理由から子どもたちの健康や命が脅かされています。カンボジアは5歳を迎える前に命を失う子どもの割合や栄養不良の子どもの割合がアジア地域の中でも特に高い国の一つなのです。子どもたちの命と健やかな成長を守るためにはさまざまなことが必要です。例えば赤ちゃんや幼い子どもたちの発育観察を行って栄養不良に注意したり、いろいろな病気を防ぐ予防接種を広めたり、井戸を作って安全な水を使えるようにしたり、
トイレを作って衛生的な生活について広めたりすることが子どもの健康を守ります。そして教育や読み書きを広めることが農村の子どもたちの生活を良くしていくことに深く関わっています。カンボジアでは教育を受けられない子どもの割合も大変高くなっています。1998年の統計によると10人のうち4人は学校に通うべき年齢の時に全く学校に通うことができずにいます。また学校に通えなかったために読み書きができないまま大人になってしまった人もたくさんいます。そこでユニセフは地域社会に教育を広めて子どもたちの生活を良くしようというプロジェクトを進めています。赤ちゃんや6歳になるまでの子どもたちには栄養不良や病気に注意することやたくさんの良い刺激を受けられるようにすることなどが大切です。ここでは育児教室が開かれ、どんな食べ物を食べさせれば栄養不良にならずに済むか、どんなふうに子どもたちの世話をすればよいかをお母さんやお父さんが学んでいます。そして小学校に入学する前の年齢の子どもたちを集めて幼稚園が開かれています。幼稚園にはさまざまな教材が届けられ、先生も子どもたちに教えるための研修を受けています。子どもたちは元気に遊んだりお話を読んでもらったりしながら育ちます。そうすることで小学校に入ってからの勉強もよくわかるようになるのです。カンボジアでは6歳から14歳の子どもたちは学校に通うことになっています。しかし6歳から学校に通い始めることのできる子どもは10人のうち2人に過ぎません。そこでユニセフは子どもを学校に通わせることの大切さを伝え、村の委員会や PTA、住民と一緒になって子どもたちが学校に通えるように行動計画を立てています。古くて使えなくなった校舎の建て直しも始まりました。村の人々が建設の手伝いをしています。学校で教える先生を育て研修することも大切です。戦争で多くの先生が殺されたため先生が足りずに学校が開けないこともあります。どのようにしたら子どもたちに分かりやすく楽しい授業ができるのか、どのように教材作りを工夫したらよいのか、ユニセフはいろいろなアイデアを伝えたり研修のプログラムを考えたりしています。研修で学んだ先生は教室に戻り、自分たちで工夫して教材を使いながら授業をします。先生の話を聞くだけの授業より活動に参加しながら考える授業は子どもたちにも好評です。เลข 1 เลข 1 จ้ำ
読み書きができない若者や大人のために識字教室が開かれています。カンボジアでは読み書きできない女性の割合が高く、この識字教室には女性たちが集まっていました。女性は子供を産んだり育てたりするときに大きな役割を果たします。また戦争で多くの男の人が亡くなり、家庭の生活を女性が支えていることが多いカンボジアでは、女性が読み書きを覚え、さまざまな知識を手に入れられるようになることが、子どもたちの生活を良くすることにつながります。人々が自分たちでいろいろな知識を得られるように、村には図書館も作られました。ユニセフは図書館にたくさんの本を届けています。お母さんたちは図書館の本を読みながら、育児の方法、栄養のある食べ物や子どもを病気から防ぐ方法などを知ることができます。教育によっていろいろな知識が広まり、村の生活は変わろうとしています。この村では村の衛生環境を良くするために井戸やトイレを作ろうと、住民自らが計画を立てました。井戸やトイレが伝染病を防ぎ、お腹を壊して苦しむ子どもたちを減らすと分かったからです。何をすれば子どもたちが健康に育つのか、どんなことがより良い生活をもたらすのか、村の人々は力を合わせて一つ一つの問題の解決に取り組むようになりました。戦争からようやく立ち直り始めたカンボジアの人々は、平和で明るい未来に向かって頑張っています。